んぽです。小学4年生です。キューガルクリエイターモデルとして活動させてもらっています。私がもしキューガル専属モデルになれたら、私は美人でも特別可愛くもないので、その分面白い動画をアップしたり、 SNS ではコーデやメイクを頑張って、みんなが真似しやすい身近なロールモデルになるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。キューガルのジョナです。キューガル総選挙に参加します。私の特技はみんなを笑顔にすることなので、キューちゃんでの面白い動画やスプラウト学園のアイドルとして頑張るので、よろしくお願いします。リリアです。キューガル総選挙に参加します。私はストリートや Y2K の服が好きなので、ポージングは誰よりも上手にできます。専属モデルになったら、リリアが着ている服かわいい、リリアがしてるポージング真似しようと思ってもらえるようなモデルさんになりたいです。ぜひ応援よろしくお願いします。バイバイ。キューガル総選挙に参加します。シナです。小学5年生の10歳です。専属モデルになれたら彰子になりたいし、みんなを笑顔にできるように頑張ります。キューちゃんのショートの方でも活動を頑張っていきます。応援よろしくお願いします。キューガル総選挙に参加します。ユナピです。私が専属モデルになれたら、読者のみんながユナピおしゃれだなと思うような着こなしをして、キューガルのおしゃれ番長になりたいです。そのために SNS 活動やおしゃれの研究をもっともっと頑張るので、応援よろしくお願いします。バイバイ。モモアです。キューガル総選挙に参加することになりました。よろしくお願いします。私が専属モデルになったら、美容といえばモモアちゃん、コスメといえばモモアちゃんと言ってもらえるような美容モデルになりたいです。私は顔が完璧なわけではないですし、誰もが認めるような顔ではないです。私は昔芋っぽかったんですけど、垢抜けを頑張って自信を持てるようになってきたので、皆さんに可愛くなるって楽しいなって勇気を与えられるような存在になりたいです。専属モデルになってキューガルを盛り上げたいです。絶対に夢であるキューガルの専属モデルになりたいです。応援よろしくお願いします。小学4年生のりのちょです。この度初めて総選挙に参加させていただくことになりました。りのちょのことを知っていただきたいので、自己紹介をさせていただきます。趣味は旅行と食べ歩きです。特技はお料理です。最近ではお菓子だけではなく、ご飯も作れるようになりました。ここでは伝えきれないので、 SNS も見ていただけたら嬉しいです。りのちょはジャンルにこだわらず、いろいろなコーデにチャレンジしています。ファッションに合わせた表情、表現などができるように頑張っています。そして、紙面だけではなく、イベントにも参加させていただけるように、ウォーキングも頑張りたいと思っています。キューガルには可愛い子がたくさんいますが、りなちゃんも頑張るので、応援よろしくお願いします。レイニャンこと田中レイナです。キューガル総選挙に出場します。応援してほしいです。受かって、それで、もっとキューガルに大きく乗れたり、今のやつだと3ヶ月しかキューガルにも乗れないから、だからもっと上の人たちについていけるように頑張って、たくさん乗れるように頑張るので、応援してほしいです。よろしくお願いします。キューガルさん、総選挙に出ます。僕です。私が専属モデルになったら、お洋服やヘアリンなどの全ての最強可愛いを届けられるようなモデルさんになりたいです。強みだけをもっともっとして頑張りたいです。バイバイ。坂井した。キューガル総選挙に出場するウルハです。もし専属モデルに私がなれたら、みんなに可愛いメイクを参考にしてもらったりして、憧れなモデルになれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。中学1年生マノです。キューガル総選挙に参加します。私はクール系を目指します。あと、キューちゃんやキューガルアイドルのスプラート学園一期生としてキューガルを盛り上げていきますので、応援よろしくお願いします。マロでした。キューガル総選挙に参加しています。中学1年生ゆずきです。私が専属モデルになれたら、みんなが参考になる紙面企画にたくさん出たいです。なので、応援や投票ぜひよろしくお願いします。バイバイ。ゆずきでした。キューガル総選挙に出ている4年生の宮川千寿です。もし私が専属モデルになったら、韓国が大好きなので、韓国ファッションをみんなにたくさん伝えれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
総選挙に参加するマリリンです。私が専属モデルになったら何でも着こなせる愛されモデルになることです。そのために着回しコーデやファッション系を発信していきます。キューちゃんもたくさん出してみんなに認知されて専属モデルになってファッションやメイクの楽しさを伝えられてキューガルを人気にさせます。読者の皆さん応援よろしくお願いします。総選挙に参加している小学6年生リタマこと渡辺理香です。私のキャッチコピーは全方向ハッピーガールです。私は人をハッピーにすることがとっても得意で、モデル活動、SNS 活動、学校でもいろいろなところでハッピーに行動しています。読者のみんなと一緒に日本一ハッピーな雑誌を気軽にしていきたいと思うのでよろしくお願いします。バイバイ。